こんにちはクです今回は埼玉県川越市大塚新町の踏切で座り込んでいた女子高校生が準急電車にはねられ自殺したことについて客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年の11月17日午前4時55分頃埼玉県川越市大塚新町の踏切で市内に住む女子高校生が西武新宿線本川越駅発 西武新宿駅行き準急電車にはねられ死亡したと乗客乗員にけがはなかったということで川越市によると事故直後に踏切に座り込んでいる女性がいると110番通報があったと事故で動線はそれで79編の遅れが生じ約1500人に影響が出たということですでですね客観的な意見としては私は勇気ないから無理だけど死を選ぶ勇気があるなら逃げる勇気もあると思うんですよといった意見が まあ,あと今が辛い苦しい時は頑張らなくていい逃げてもいいといった意見が多かったかなと思います。でですね自分の気持ちとしてはあの、ま、自殺しようと決意した時にあの逃げる勇気とか、まあ、そういったのってもう飛び越えちゃってるんですね。あの もうそこまで考えられる余裕がないっていったあの心理状態で、うんまあ、そこの状況になった人じゃないと、まあ、分からない理解できない部分であると思うんですけど、まあ、視界が結構狭くなっちゃって、まあ、もうどうしようもなくてもう逃げ道もなくて、うん、で、まあ、今回座り込んでいたっていうことで あの飛び込み自殺とか、まあ、電車の自殺って、まあ、結構大勢の人に影響が出たりとかすごくニュースになったりするんですけど、まあ、今回何かを伝えたいけど伝えられないような感情なのかなって、まあ、座り込んでいたっていうので、まあ、ちょっとそういう気持ちになりました。 うん、いや結構多いですね、電車の自殺が、低年齢層、高校生、中学生、多くて、逃げ場なくてっていう人にとっての、なんか逃げ道みたいなところがないかなっていうのを考えていて、あの動画であのそういった感情でもう自殺したいと思っている人がいたら、あの 動画内にコメントをしてくれれば、まあそういったあの動画を作ってるんで、まあ全然そこのコメント欄じゃなくても、あの、Twitter のダイレクトメールとか、Yahoo メールでも大丈夫ですので、なんか、第三者的な位置にいると思うので、なんでもいいんで、あの、連絡してきてくだされば、まあ少しでもあの楽になればいいなと思っているので、 よろしくお願いしますはいということで今回は埼玉県川越市大塚新町の踏切で踏切に座り込んでいた女子高校生が準急電車にはねられ自殺したことについてお話ししてきましたそれではごご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっております また引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。